ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。そう、今日はエンタメさんの発売日です。発売日です。こんばんは。ゲットしてくれましたか？でもセブンイレブンだと明日とかに届くってちらほら見ましたちらほら見ました。こんばんは。私もまだ見てないです。まだ見ていないですね。こんばんは。まだ見れていないです。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。10月入ってもリハ頑張る感じですか？うん、休みないです。毎日踊ります。特別版のアザーカットが好きでした。アザーカット、アザーカットですか。そう、どの写真が使われてるかわかんないからさ、衣装とかも含めだし、なんとも言えないな。じゃあまだ見てないな。目玉焼き焼けるんだね。ってことは、じゃあ、なるほど、わかりました。アザーカットに使われてるやつはあの写真ってことですね。目玉焼き焼けます。ネタバレやん。目玉焼きっていうワードがもう。ありがとうございます。ギフトありがとう。まあもうこれ以上ちょっと言うのやめますか。目玉焼きは目玉焼きですよね。目玉焼きは目玉焼きです。こんばんは。エンタメ明日届くのでとっても楽しみにしてます。嬉しい、みんな注文してくれてるの嬉しいですね。ありがとうございます。コンビニ行ったらなかったから本屋に探す。コンビニに売ってるんだ。なんかああいう雑誌ってコンビニで売ってるイメージないんだけど、コンビニに売ってるものなのかな。なんか本屋さんとかなら売ってるイメージあるけど、コンビニに売ってたりするんだ。こんばんは。やっほー、こんばんは。ありがとう、ギフト。
ありがとうございます。ありがとう。今日踊ったからもうさ、前髪ダメですね。前髪がダメです。そう、今日ツインテールしてたんですよねリハでね。なんか誰が言い出したんかな、なんかツインテールしたいみたいな言い出してやってたんですよ。そうなんです、やってたんです。ツインテールでリハーサルしてた。そう、一応ほぼほぼチーム S ツインテールしてたんですけど、なんだっけ、ミクルに、なんか私本当に毛量が少なくて、結ぶと本当に少ないのが分かるんですけど、本当これぐらいしかないんですよ、束がツインテールのこれぐらいしかなくて、もうそうめんって言われた初めて言われた。そう、人の髪の毛触ってさ、そうめんって言うのやばくないもうそうめんやんって言われた。そう、みんなに毛量を突っ込まれました。なんかサラサラとかじゃなくて少なーみたいな。そう、めっちゃ少ない、スカスカって言われた。そこをさ、下ろしてるとさ、別にそんなさ、なんか多そうな感じしない、多そうっていうか少なそうな感じそんなしないじゃないですか。そう、でも結ぶとさ、そう結構少なくて、そう結構少ないんだよね。そう、まあ触るとそう少ないんですよ。そう、触ると少ないです。こんばんは。髪は切る予定ないですよ、今のところ。アイドルでいるうちは切らないです。もういいかな、ショートは。まあ可愛い、うん、なんか自分にはあんまり合ってるなって感じはしなかったけど、うん、長い方がいろんな髪型できるから好きなんですよね。こんばんは。こんばんは。インナーカラーはやりたいです。また今なんかピンクじゃないけど、ピンクみたいな、紫みたいな、なんかそんな感じの色入れたいっていうかつけたいけど、しばらくできないだろうな、インナーカラーは。こんばんは。周年終わったらまたインナーつけてほしい。いや多分ね、告白心拍数のシングル期間はつけれませんねつけれませんね。そう、その期間はその髪型じゃないといけないので、その髪型っていうかその髪色だったりとかしなきゃいけないから、まただいぶ先かな、つけれるってなってもだいぶ先かな。インナーカラーって例の撮影があったから撮ったの。あ、そうです、そうです、そうですよ。
そうだから結構もう期間が短くて1週間2週間つけたかな、ギリ2週間ついてたかなぐらいで、そう。でも結構なんかもうさ飽きてはないんだけど、なんかいろいろめんどくさすぎて、お風呂もめんどくさかったし、乾かすのも時間かかるし、アイロンかけてもなんか地毛のここはいいんだけど、つけてるエクステ部分だけが全然なんかアイロンかかんなくって、全然まっすぐにならなかったりとかして結構大変だったから、うん、まあなんかそうだから、なんだろう、すごい、まあお気に入りではあったけど、もう、うん、ちょっと大変だったかなって感じ。ありがとう、ギフト、ありがとうございます、ありがとう。そう、結構ね、そう、大変でしたね。でも可愛かったからね、お気に入り。私自分で言うのもなんだけど似合ってたよね私メンバーからもね、なんかもう外しちゃうのってめっちゃ言われてたからさ、そう、みんな可愛いって言ってくれてました。嬉しいですね。こんばんは。なんか生誕くじのさ、生誕くじのさ壁紙のやつがさ、私多分今日とかなんだけどさ、締め切りがまだ送ってないんだけど、どの写真入れようっていうのは今日ずっとほののさんと話してた。何入れようって、どの写真使っちゃおうかな。でもなんかいろいろあったからね、もうなんかイベントごとが迷いますね。こんばんは。眠たくなってきた。ギリギリまで選んでて嬉しい。ギリギリまで選ぶとかじゃなくて、ギリギリまで溜め込んでるのが悪いんですよ。ついに、あのね、よくないんですよこれそう、本当は早く送らなきゃいけないべきなんだけど、ギリギリまで放置してる私が悪いんです。だってさ、今年だって20歳になってからのさイベントごと多すぎてさ、一宮のお仕事もそうだしさ、成人式もあったし、パチパチパーチもあったでしょ、サマーツアーもあったしね、いっぱいあるから、逆に迷っちゃう。なんか素材がないよりかはいいかとも思うけど、あるよりはね、違う、ないよりある方がいいけど、迷っちゃうね。こんばんは。イベントいっぱいね、なんか今思えば多かったな。こんばんは、ありがとう、ギフトありがとうございます、ありがとう。
今日ちゃんと寝たはずなのにね、めちゃめちゃ眠たい。早く寝て、寝たい寝たい。今日はでも寝すぎて結構焦ったそう、寝すぎて結構マジで焦ったけど、全然間に合いはしたんですけどね。今日晩ご飯何食べました？そば。そばを食べました。おかげさまで今喉が渇いております。こんばんは。明日から10月ですが、バブルも登録した方がいいですか？まあ登録するなら明日からですよね。ちょうど月始まりだし。まあもしかしたらオフショット届いちゃうかもしれないしね。まあ届くかもしれないし、それそうじゃないかもしれないけど、そこはもう分かりませんって言いながら多分送ると思います。まあ待っててくれ。メールよりバブルおすすめ。え、どっちもかなどっちもかな。うん、どっちもですかね。まあどっちにも送れるからね、メールにもバブルにも。もちろん X とかインスタにも載せれるけど、先に見れるってなったらそういうなんかメールとかバブルって感じかなって感じです。こんばんは。どっちも定期的に更新してくれるから好き。あ、メールとバブル？さすがに1日1回も更新しないみたいな日はさすがにそういうことはな、なんていうんだろう、させたくないので、どっちも送るよ、ちゃんとちゃんと送るよ、どっちも。バブルはでも毎日写真が来るわけじゃないけど、メールは絶対写真付きです。どっちもちゃんと使ってるよ。当たり前に言ってくれるの本当に嬉しい。まあお仕事の一つなんでね、 SNS は。私まあ一応有料なコンテンツだからさ、まあ有料だからこそ多分私が私のことちゃんと好きな人じゃないときっとってくれてないと思うけどそうなんでちゃんと送るようにはしてますよ。こんばんは。私の性格的に多分1日とか2日放置しちゃうと多分もっと放置しちゃうことになっちゃうので、そうだから毎日、まあ別にやんなきゃと思ってやってるわけでもないんだけど、私の性格的にそう2日3日とか経っちゃうと多分きっとずっと放置しちゃうので、それはちょっと良くないじゃないですか。そうだから毎日やってるって感じです。バブルにはオフショット届きますか？うん、届くと思ってたら届くと思う届くって思ってたら届くと思います。
こんばんは。最近ナープレ少なくて泣いてる。最近ちょっとあんま音楽聴いてないんだよね。聴くんだけど、そう聴いてないみたいな。なんかフリーウェイばっか見てるからさ、全く音楽に触れてないわけじゃないんだけど、そうなんか音楽だけ聴いてる時間がなくて、私も早く音楽だけちゃんとなんかさ、ゆっくり聴く時間が欲しいんだけど、今なんか音聞くと練習しなきゃってなっちゃって、そうあんまりなんかちゃんと聞いてない。なんか聞きながら立ち位置見るとかなんかしてるって感じで、聞いてるだけの時間があんまりなくて。私読んで今とてもニコニコしてる嬉しい、とてもニコニコしてる、ありがとうございます。嬉しいね。こんばんは。普段ずっとイヤホンしてるのかと思ってた。一人の時とかはイヤホンずっとしてます。一人の時とか、まあ移動時間とかは特にイヤホンしてることが多いか。家でもしてるし、外でもしてる。イヤホン大好きマンなのでずっとしてますよ。ないと無理、ないと無理って言ってるけど、たまに忘れる日があって、お家に充電したまま忘れちゃうみたいなことがあって、結構気分下がりますね。私なんか一回忘れちゃってもう無理だってなって、一回買ったこともあるぐらい、イヤホンはないとねちょっとね落ち込んじゃいますね。そう一回買いました、耐えれなくて。なんかお仕事終わってすぐ帰れるとかの日ならまだまあいいんだけど、なんか待ち時間多い時とか、そういう時に忘れちゃうとさ、そうわーんってなるから、買っちゃった。ありがとうギフト、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは。なんか眠たくなってきた。ダメだダメだ、寝るならほんとお風呂入ってから寝ないとね。眠たそうな声してる。うん眠たい。でも今日いっぱい寝れたから、なんかお昼ご飯食べた後あんま眠たくなかったんだけど、今がめっちゃ眠たい。目閉じそう。ありがとうございますギフト、ありがとう。こんばんは、ありがとうございます。コンサートに向けてカメラの設定してる。そうだよね、カメコさんがいるもんね。こんばんは。
ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、ありがとう。明日も朝早い、うん、なんなら今日はそんな早くなかったんだけど明日は早いです。早起きを頑張らないとね。ありがとうギフト。早起きを頑張らないと。そうだ、あとね7日に公演ありますね。通常公演ですね。7はって言ってももう私は7の次が多分生誕祭かな。あっという間だね。コンサート前にやるんだって驚いたよ私もなんかある噂を聞いてて、その公演があるっていう噂をね、そう、あるのって思って、あるらしいです。めちゃめちゃ爪じゃない予定。リハしてさ、周年の特別公演もあってさって感じだよね。売りすぎやって。体が壊れちゃうよこんなん踊ったら。壊れちゃうよ。久しぶりに SK の写真撮れるの嬉しいね。私も亀子さんがいるイベント久しぶりなので嬉しいです。コンディションを整えて。こんばんは、こんばんは。ありがとうございますギフト。ありがとう、ありがとう。なんかさ、そう最近リハーサル中メガネかけるようになったんだけどさ、メガネってめっちゃ後つくよね。ここが今はもう消えてるけど、そうめちゃめちゃさ後つくよねメガネって。ここに踊ってる時メガネ邪魔じゃない。撮る時もあるけど、撮る時もあるけど、撮らない時もあるって感
なんかめっちゃ踊るときは、めっちゃ踊る曲のときとかは外したりしてるって感じだけど、なんか立ち位置だけ確認したりとかするときはつけてたりする。そうじゃないと、なんか踊ってるときは別にいいんだけど、あの先生方、ダンスの先生方とか、なんていうのか、なんか舞台監督さんとかのなんか動きとか手の動きとか顔とかが本当見えなくて、ステージ、その自分たちが、自分がいる場所からそのスタッフさんとかの顔が見えなかったりとか、あとなんか文字が見えないの。番号とかはまあなんとなくさ、そう分かるんだけど、そう顔とかだから、なんかメンバーもシルエットとかはさ、なんか なんとなく分かるんだけど、その人の顔までは見えないって感じ。そう、それがねめんどくさいんですよね。そんなに視力悪かったの、ね、いや、なんか悪くなったんですよ。そう、悪くなったの。前までめっちゃ良くて、そうめっちゃ良かったの、すごい、めっちゃもう本当に怖いぐらい良かったんですけど、そうなんかだんだん見えなくなってきて、そうでもなんかめちゃめちゃもう本当にずっとかけてないと無理とかじゃなくて、なんかかけてた方が過ごしやすいって感じだから、ずっとかけてるわけじゃないの。ご飯食べる時とかは外したりとかしてるけど、そう、メガネかけないと見えづらい感じ。うん、なんかでもこうなんかうーんってやったら見えるって感じ。オレンジコンタクト、うん、コンタクト入れたことないです、今まで一回もない。なんかね、入れるの怖くて、コンタクトだからね、買ったことないんだよね。一回も買ったことないです、コンタクトは。そう、一生裸眼生活です、今まで。こんばんは。カラコンいらないくらい綺麗な目してる、嬉しい。でもね、茶色なんだよね、焦げ茶みたいな、黒じゃないんですよね。あんま分かんないか、光に当たると分かる気がするけど、そう、ちょっと茶色っぽい色。何色って言うんだろう、これ焦げ茶かな、焦げ茶。おめめかわいすぎおめめかわいすぎ、嬉しい。ありがとう、ギフトありがとうございます。
ターチー見れた。見る時間がないねん。見たいよ、私だって。私だって見たいけど、見る時間ないねん。ちょっと自分の生誕祭とかが終わるまではあれかな。のんびりできないですね。こんばんは。ありがとう、ギフト。ありがとうございます。同じやねんって。一緒やねん。疲れたねん。まあでもなんか暇だと暇で逆にやることないのもあれだけどね。忙しいと忙しいであれよね。そこ難しいよね、そのなんか中間みたいなのが。私はでもなんか暇すぎるよりはせかせかしてるぐらいが好きなんだけど、でもなんかせかせかしすぎるのも好きじゃないしな。そう、せかせかしすぎるのもなんかちょっと違うじゃないですか。落ち着いたらしてみたいことある。寝たい。今睡眠時間が欲しいな。なんかほんと何にもしなくていい時間が欲しいですね。こんばんは。でもライブは楽しみだからさ、すごい。そう、ライブは好きなの。なんだけど寝たいの。あ、急にクーラーの風が、クーラーの風が急に来た。バブルは明日からで大丈夫ですか？いや、いいと思います。明日から10月だしね。送っちゃうんじゃないですかね。なんか何とは言わないけど、もしかしたら送っちゃうかもしれないんで、待っててください。バブルもですけど、SKEメールもですかね。何とは言わないでおきますね。メイク配信待ってるんだよ。メイク配信ね、したいけどね、ちょっと今する気力ないな。今日送りますって言わないあたり優しい。今日送ってもいいんだよ、別に。ダメだよ、今日送ったら見れないでしょ、見たい人がね。そんな意地悪なことはしませんよ、私は。安心してください。優しいんで大丈夫です。そこは安心していただいて。キョピのシノが一本足りないってユドバさんに教えてもらってた。そう、なんかさ、ゼッケンつけるんですけど、こういう全体のリハーサルって、今日もメンバー全員リハーサルだったんだけど、ゼッケンをつけんの、黒のね。
そうでさ、なんか篠原の文字をずっと見てて、なんか篠原ってこんな字だっけと思って、いや原はわかるじゃん、いや篠ってなんか足りなくねと思って見てたら、なんかさこのさ草、ここ何冠ってんだ、草冠、何冠か、草冠じゃないな、何あれ、何冠かな、わかんないけど竹冠か、竹冠の下のさこのピッピッピッ、ここのここがさなくてそう、ここがなくて、なんか足りなくないそれって言って、うわほんまやみたいな、そう今日か気づかんかったみたいな言ってました。そう今日か気づかんかった、関西弁え違う、あれスタッフさん書いてるんですよ、スタッフさん書いてくれてるんだけど、スタッフさんの書き忘れです。今日もなんかツインテールしててポシャン、なんかポシャンって言われるんだけど、ポシャンのツインテールかわいいみたいなそう、ポシャンのツインテールかわいいってわれました。勝手になんか、私別にポシャンって言っていいよとも言ってないんですけどね、勝手になんかポシャンって言われてるおもろいよね、本当に篠原京香はおもろいんですよね。こんばんは。そう学力テストさめっちゃおもろかった。私絶対わかる問題多すぎてさ、そうすごい、なんか私ってまだ頭いい方かもって思いましたね、思いました。今の若い期の子たちは先輩にどんどん話してすごいね。ねえ、今日もなんか奥のココハがなんか言ってたけど忘れた。なんか言われたけど忘れた。私漢字めっちゃ好きなんだよね、漢字。そう漢字好きなの、漢字書くの好き。漢字って楽しくない？漢字書けるよ私それなりに書ける方だと思うけど、漢字は漢字好きよ。特に小学生の頃漢字大好きだった、漢字テスト大好きだった。漢字って楽しいよね。こんばんは。なんか絵とかもだけどさ、なんだっけ、なんか見て描くのとか好きかもしれない。なんか私想像力がないから、なんかこれ描いてって言われて描けるのは無理、描くのは無理なんだけど、全く同じように描いてっていうのとか、なんか文章を描いてとか結構好きかもしれない。まあでも絵はちょっとね、絵心が本当にないからちょっとセンスないけど、文字は好きかな。そう文字は書くの好きですね、楽しい。
シノの違和感に気づけるゆず。いやでもなんか見てたら分かる気がする。なんか足りないんですよ一個。そう漢字は好きなんで。その後書き足したのかな。ねえ気になる。どうしたんだろう。明日聞いてみよう。明日見てみよう。明日見てみますね。篠原京香のビブス。でも書き足せそうだけどね、自分で書き足せそうだけどね。私はもうでも新公演の頃からそのビブスだからさ、結構長年一緒にいるんですよね。そう。しかもキョッピーに関してはさ、昇格したてだからさ、まだ新しめのビブスなの。だからまだいいよね。なんかずっとそれとかだとなんかえってなるけど。そう新公演の頃からそのビブスだから。だから S のメンバーはフルネームなんだけど、他のチームのメンバーは名字だけなんですよ。これ豆知識です。メンバーの黒ビブス豆知識。そうだから S 面だけフルネームなの。フルネームでしかも振り仮名振ってあるんだけど、他のチームのビブスは名字だけなんです。ありがとうギフト、ありがとうございます。そろそろ終わろうかな。50分なので終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうみんな。今日で9月終わりだなんてちょっとびっくりですけど、明日から10月ですけど頑張りましょう。またね。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。またね。ありがとうございました。バイバイ。